これから私のお部屋のルームツアーを始めます。間取りは 1K で、キッチンが3畳、お部屋が7畳で、3点ユニットバスのコンパクトな間取りです。築30年以上の古いマンションに住んでいます。ではキッチンをご紹介していきます。キッチンの全体はこんな感じです。3畳のスペースを目いっぱい使って収納を置いています。お菓子を作ったり料理をするのが結構好きなので、物は多めだと思います。シンク上のタイルの壁にも吸盤フックを取り付けて見せる収納で、キッチンツールなどをかけています。こちらにある電子レンジと冷蔵庫は無印良品で購入したものです。一人暮らし用のセットを購入しました。では収納の中をご紹介していきます。ガス台下はこんな感じでラップをかけていたり、調味料を置いています。真ん中の扉にはフライパンや米びつを収納しています。こちらの扉は自分でマスキングテープを貼っています。こちらにあるキャスター付きのワゴンは楽天で購入したものです。引き出しの中はお菓子の型などを入れるのに使っています。お気に入りのマグカップはニトリで購入したマグカップホルダーにかけています。こちらのキッチンカウンターにはトースターと炊飯器を置いています。上には楽天で購入したラックを使ってお気に入りのお皿やカップなどを見せる収納で飾っています。こちらのレモン柄が可愛いお皿は安倍晋太郎さんという作家さんが作られたものです。なかなか手に入りにくいんですが、たまたま近所で個展が開催されて運よく購入できました。とてもお気に入りです。引き出しの収納をご紹介します。こちらはこんな感じで100円ショップのケースなどを使って細かいキッチンツールを収納しています。扉の中はこんな感じで食器類を収納しています。こちら側もこんな感じで大きなプレートや小皿はダイソーのディッシュラックやケースを使って引き出せる収納を使っています。次にお部屋の中をご紹介していきます。扉入ってすぐ右手にテレビボードを置いています。こちらは真鍋インテリアハーツというところで購入したものです。もともと色はブラウンだったんですが、ペンキを使ってホワイトに塗り替えています。今のお部屋の雰囲気にも合っていて、とてもお気に入りです。テレビボード上の壁はこんな感じでドライフラワーや時計をかけています。この丸い時計はバイマで購入したものです。韓国のDecoViewというブランドのものです。テレビボード横には楽天で2万円くらいで購入したハイチェストを置いています。中はお洋服をたくさん収納しています。チェスト上には花瓶などをたくさん飾っています。こちらの花瓶はイノブンという雑貨屋さんで購入したものです。あとはアンティークショップなどで購入したものもあります。こちらの壁にかかっているアートはニナルームさんというところのものです。あとはこんな感じで間接照明を置いています。この照明はインスタグラムで知った韓国雑貨を取り扱っているショップで購入しました。お部屋の端っこにはハンガーラックを置いています。冬物のコートなどたくさん収納しているので、目隠しに IKEA で購入したレースカーテンをかけています。こちらフランフランで購入したサイドテーブルを置いていて、下に置いているカゴは楽天で購入したものです。中には使っていないインテリア雑貨などを入れています。観葉植物は青山フラワーマーケットで購入したものです。お部屋にグリーンが増えて癒しになっています。ベッド側はこんな感じです。このベッドももともとは黒だったんですが、お部屋の雰囲気に合わせて白に塗り替えました。下に引き出しがついていて、こちらにもお洋服など収納しています。こちらの壁にはポスターを飾っています。このウォールラックは楽天で購入したものです。その上に飾っている金色のキャンドルホルダーはアンティークショップで購入したもので、真ん中のフォトフレームはイノブンという雑貨屋さんで購入しました。一番端のガラスのゴブレットはザラホームのものです。ここにもプリーツランプを置いています。今使っているこのお気に入りのピローケースはイーチ&ホームのものです。この夏用のさらっとした掛け布団はバイマで購入した韓国のマティラというブランドのものです。さらっとしていてとても着心地がいいです。ベッド横のスペースにはドレッサーコーナーを作っています。こちらのテーブルはサリュで6000円ぐらいで購入したものです。それにもともと持っていた楽天で5000円くらいで購入した木のスツールを合わせています。この卓上のドレッサーはプレゼントでいただいたものです。アンティーク調でとても可愛くてお気に入りです。次にソファー周りをご紹介します。こんな感じで壁にはドライフラワーやパブリックポスターなど飾っています。ソファーカバーを二重にかけているんですが、下にかけてる大きめのものは楽天で購入したもので、上のグリーンのものは H&H ホームで購入したものです。クッションカバーは花柄のものがザラホームで、真ん中にある丸いものはアリエクスプレスで購入したものです。白いパールがついているものは楽天で購入しました。ンのソファー下にこんな感じで生活感のある細かいリモコンや文房具など収納しています。夏用のラグは無印良品のものを使っています。さらっとしていて見た目もシンプルなのでお部屋にも合わせやすくて気に入っています。こちらにサーキュレーターもあります。エアコンと合わせて一年中活躍してくれるのでとても気に入っています。こちらの壁側にはラウンドテーブルとドバイまで購入したラタンチェアを置いています。その横に飾り棚もつけています。テーブルは気分に合わせてこちらのソファー前に移動させたりもしています。このラウンドテーブルは70センチのもので、インスタで知ったオンザテーブルというショップで購入しました。到着までかなり待ったんですが、こちらは購入してよかったと思います。飾り棚には自分の好きなインテリアをたくさん飾っています。こちらの花瓶は東急ハンズで1000円ぐらいで購入したものです。真ん中にある温度湿度計はニトリで購入しました。この木馬はアリエクスプレスで購入したものです。こちらにはキャンドルホルダーやこの下のボックスの中には Wi-Fi ルーターが収納してあります。クローゼットの扉には楽天で購入したドア掛けミラーをかけています。こちらの天井からぶら下がっているのはバイマで購入した韓国のモビールです。こちらの飾り棚の下の部分にある腰壁風のものはダイソーの材料を使って自分で DIY したものです。お部屋の雰囲気がガラッと変わってとても気に入っています。ソファー横に置いているラタンのボックスは H&M ホームで購入したものです。普段使うカバンなどを入れるのに使っています。下に置いてるスツールはくつろぎたい時にソファー前に持ってきてオットマンとして使ったりしています。最後に夜のお部屋をご紹介します。夜は間接照明をつけてオレンジ色の光のお部屋で過ごしています。